ヤッホー、あやでーすと、ヤッホー、グレイルでーす。それだけは。はい、ということでですね、今回はですね、みんな大好きグレイルを、私、紹介したことなくて、その動画でね、みんなやってんじゃん、グレイル何万円分買ってみた、みたいなやつ。それずっと憧れてて、なんで今回はグレイルを60着以上購入させていただきました。ありがとうございます。やりすぎ、いきなりやりすぎ。だいたい総額10万ちょっとぐらいなんですけど、でも普通に考えて60着あって10万ちょっとだったら、まあまあ安くない？思わない？だって普通私が買ってるやつだったら10着で10万とかだよ。と思ったらマジすげえと思って、今回はグレールをね、紹介していきたいと思います。私の座高と座高と同じぐらい。ほら、ほら。超でかいよ。紹介していきます。全部はね、紹介できるかわかんないんですけど、まあ、とりあえず私のお気に入りとかいろいろ、まあ、紹介していきますね。まずはじゃじゃーん、腕がふわってなってるやつで、これインするのよ。ここハイウエストになって、なんか足長くね、かわいいみたいな感じにするそうでーす。もう一回ホワイトがきます。じゃじゃーん、ワンピース。でも白夏っぽいじゃん。モテたいから白を選びました今回。なんか白のこのワンピース着て、なんかうふふみたいな、アフタヌーンみたいなやつをしたいです。次はこちら。これ超可愛くない？このさ、首の部分がさ、こうなっててさ、腕の部分がこうふわってなってんの。で、補装効果みたいな。しかもなんか白に、これ白にしたら何色かがあったんだけど、いろんな種類。白にしたらちょっと甘すぎるっていうか、ガーリー系になりすぎちゃうと思ったから、若干ベージュみたいな色を選びました。甘くなりすぎずに。こちらのサイズ M ですね。私でグレイルは大体 M です、トップスは。次はこれ、腕の部分がね、ヒラヒラヒャンヒャンヒャンしてるんですけど、これちょっと薄いね。これはなんか下になんかした方がいいですね。透けるタイプのやつ、たまにこういうのあるよね、透けちゃうよみたいなやつ。これも M ですね。大体トップス M です。私届いてわかるじゃん。わかる？透けてると思わなかったなーみたいな、そのタイプでした。気まずい。で、次はずっと欲しかったのがあって、中に着るやつっていうの、なんか見えてもいいよみたいな、こういうやつが欲しくて、で、こういう種類のやつめっちゃ売ってたのよ。パッドも入ってて、こういうちょっと透けちゃうよみたいなやつの下に着たりとか、あとはちょっとなんか見えてもいいですよみたいな時。身長160ぐらいの子は M なんじゃないかな、大体グレールとかは。で、次は今流行り、今大流行りのやつ、上に羽織る、透ける女、透けていい女みたいなやつ。マルキューとかによくいいんじゃん、こういうの。店員さんで。それを目指したくて買いました。あ、ワンピースだ。可愛くない？これ。こういうのに、下の、これだけじゃさすがに乳首も見えちゃうよっていうことで、これね、ちょっと。これを下に着て、これ超可愛くない？超可愛すぎんだけど、これ。めちゃめちゃお気に入り。こういうのあんま着ないしさ、私。でもこれもまたさ、白だとさ、ちょっとさ、ガーリーすぎないみたいな。この女あざとそうみたいになってさ、女も近寄ってこなさそうだしさ、男も近寄ってこなさそうだから、黒を選びました。こちら M ですね。で、これもブラトップっていうの、可愛いの結構あって、可愛くない？で、これね、中に着るやつまでね、可愛いからね、すごいありがたいんで。これも中に着る、見えてもいいようなキャミ、こうヒラヒラシャンシャンシャンついてはります。次、これも今流行ってるであろう、スケスケガール。最近は透けてるのは流行ってるんですかね。すごい透けてる系の洋服がいっぱいあったんですけど、これも俺に羽織って、いい女団体が作ったらしいです。やばい。いい女団体作ってるの知り合い。まずねえよ。いい女団体の代表だよ。代表。会長。会長なんだ。会長。じゃあ次、バッグ。バッグはこれね、めちゃめちゃ可愛いんだよね。このスケスケガールの、あ、スケスケガールの下にこれスケスケガール入ってた。スケスケガールのスケスケガールだ。スケスケガールからのスケスケガールからのスケスケだから、次これもスケスケ。どこが？これ持ってたらおしゃれっしょみたいな。さすがにだるくねみたいな。可愛くない？ちっちゃくてね。で、なんかここ触ったらなんか金玉触ってるみたいな。一回触ってみて、一回触ってみて。ちょっと銀玉じゃない？ね。ちょっと、しかもなんかちょっと、シワ多めの。大抵でもちょっと金玉を感じることができますっていうバッグでーす。金玉が好きな方は、ね、ぜひ。これは黒バージョン。これまた金玉です、貼ります。なんかちょっと微妙かも。2番煎じ的な。うわー、ごめん、一応ダメ。それは。2番煎じ的な感じです。ね、次は、ヒール。ちょっと
ともう夏になっちゃってこういうの遅くかなと思ってて、まあ、5月6月とかはギリまだ履けると思うんだよね、こういうやつ。だからこれの黒持ってたんだけど白は持ってなかったので白を購入しました。ヒールの高さが絶妙にいいから身長と足が漏れると思う。足は私は 23.5、 私でも足が元々の足が22ぐらいしかないから、うん、でも靴は大体 23.5。 あーぴったし、かわいくない？かわいい、ちょうどいいね、ね、高さも。そうそうそう、最後にあのコーディネート組んで着てみるのでその時にサイズぴったし最高。次はですねパンツ編かな。なんかツイッターでグレーのパンツがもう良すぎるみたいな感じですバズってて超気になってたのよ私グレーのパンツ。みんなさグレーのパンツマジいいよみたいな、形も形いいし足も折れるみたいなこと聞いてて、で持ったことなかったのよ私グレーのパンツを。だから今回はパンツいろいろ買ってみました。はい、今あの紹介したパンツはこちらですね。これ M サイズなんだけど、あや S か M めっちゃ迷って、でも一応身長160あるから M かなと思って M を頼んだんですけど、このパンツはあの長さとかはちょうどいいんだけど、まあウエストが若干でかいなぐらい。でもこれ全然あのベルトすれば大丈夫かなって感じなので、だいたい160の私みたいに体重が47ぐらいだったら、まあ、S でいいと思う。 S か M どっちかだと思う。え、これゴムになってんだけど、ここら辺ほら超履きやすそうで、下がこう開いてるよみたいなやつ。これ今履いてみよう。ちょっと顔足細く見えるね。でこちらはこんな感じ S ですね。これは S サイズ。めっちゃ足漏れね、漏れ漏れすぎん。でこれねゴムなんだよね、うん、肌触りも伸びる感じで、でも見た目はちょっとジーパンっぽいじゃん。2200円。おー安い。でも安いよね、だってパンツ、うん、パンツ全体的に安い。普通さブランドで買った時、あや前はこういうやつ買って1万3000円だったからバカみたいな安いよ。つまり今日買ったやつ全部2500円以下。やばっ、ズボン全部含めて、やばすぎでしょ。で次が靴ってさ、やっぱさ上にさ白 T とかが多いと思うのよ。で、うん、白に合うやつってやっぱカラーパンツとかが多いと思うから、今回はカラーパンツを結構好みました。後ろはこうゴムになってるから伸びるタイプですね。ゴムは大好きよ。ゴム大好き。私なんてもうゴムないのは生きていけない既存決まった形にしないよね。これ下がちょっと開いてるからね、下開いてるの超かわいいね。もうね伸びがやばい、全部動きやすさ半端ない、ガチでやばい。夏ってやっぱさ暑くてさズボンが硬いとガチイライラすんじゃん。そうね、それがもう本当にない、本当素敵。ハイウエストみたいな、これもまたゴムサイズ M サイズで、このベルトがついてるっていうやつですね。でも若干ちょっとこれはパンツが透けてしまうので、おばさんパンツみたいな透明ななんか透けないようにしないといけないんですけど、この上をインしてこうやって切ればめちゃめちゃ足長効果で、次はこれめっちゃお気に入り。これも上下がこう入ってるやつなんだけど、緑ってなかなかこれ見たことがなくて、センターにねこのラインが入ってて、下の部分がここがね開いてんのパカって、かわいい。そう、これかわいいと思って。かわいいよ。これ M だわ、あやそれ M。 M フリンジヘムセンタースリットフレアパンツライム色 M サイズかわいくない？かわいい。そう、足漏れる、めちゃめちゃ超かわいい。これで伸びるしさ、またまたこれはまたこれまたはてはてはて、次は普通のジーパン。ジーパンで何個さあってもさ、なんか欲しくなっちゃうんだよね。グレールは足が漏れるということで期待してはります。 M サイズ、 M サイズ、まあ普通に余裕あるって感じ。お腹とかも全然動ける。若干あれかも、ベルト M だとベルトいるかなって感じだけど、これめちゃめちゃいい、めちゃめちゃ動きやすいし、色が夏っぽくない？うん、これ普通にさタンクトップとか着てさイエーイみたいなギャルやるよね絶対。はい、ズボンはねこんな感じで紹介して、次は靴。靴も頼んだんですけど、靴もめっちゃ可愛いなって、ヒールとかがこれ超可愛くない？この白このサンダルみたいになってて、これ超可愛いと思って、やっぱ夏ってさサンダル履きたいじゃん。可愛い見せ方。しかもヒールもある程度あるから、ぺったんこだとやっぱさちょっと足とか漏れないとかもあるかもしれないんだけど、ぺったんこすぎないから、ほら可愛くない、うん、しかも超歩きやすい。あとは私がずっと楽しみしてたヒールがあるんですけど、なんかグレールのヒールなんかめちゃめちゃ足漏れるって聞いたのよ、友達にマジでいいみたいな聞いて、厚底が欲しかったのよ。グレールのねこう厚底、クラッ
これ絶対足漏れると思って買いました。こちら 23.5 ですね。ぴったし。超かわいい。こんな感じです。はい、こんな感じで購入品紹介終了ということですね。今からちょっとコーディネートを組んでいろいろ紹介したいと思います。ポーン。はい、まずはこんな感じです。かわいい。腕の部分がさ、こうふわってなっててさ、うん、わかる？華奢な女の子みたいな感じを演出させていただきました。ありがとうございます。華奢で、ズボンはこのフレアパンツみたいな、これ結構ね、グレーの中でもマジで人気のズボンだったっぽくて、このヒール履いて足長効果的な、いい女って感じじゃない？うん、ふふみたいな。はじめまして、慶応大学出身、青学にも入れました、青森出身の中町愛です。お願いします。むず慶応にも入って青学にも入りました、青森出身の中町愛です。次、はい、次はこんな感じです。かわいいあやちゃんって感じです。サテンみたいな、サラサラシャンシャンシャンってなってて、これがカーテンシャンシャンシャンって感じの、あの肌触り、やだ、足の裏にくっついてた。最低。ランチしてるみたいな、ランチする女子ですみたいな感じで、これ可愛くない？めっちゃ可愛い。超可愛いね。ええみたいな、あのあれのこもちゃうみたいななりますよね、言って鬼うざ。猫ちゃん、なんでもない、なんでもない、なんでもない、やめてやめて、なんでもないよ、言うて、言うて、無駄にこう歩くよね、めっちゃね。こんな感じでした。あ、お疲れ。あ、お疲れ様です。あ、あのさ、あのあれやっといてって言ったよね、あのファイルのデータを移すやつ。あ、すいません、ちょっと忘れました。あ、今日さ、土曜日じゃん。はい。で、土曜日だったら土日行けないし、また月曜日にやることになるじゃん。はい。それ、2日遅れるってことになるけどさ、そこら辺把握してる？いや、今日は土曜日だからさ、あんまそういうこと気にしてほしくないんだけどさ、とりあえず行ってみたみたいな感じだし、うちの上司も行ってたからさ、そういうところは本当にやめた方がいいと思うよ。すいません。全然いいんだけどね、お疲れ。鬼うざやん。こんな感じでーす。あ、見て、このスケスケ超可愛くない？これ超可愛いね。こう、今年の夏流行るそうです。で、この中のやつね、ちょっと紹介さっきするの忘れちゃったんですけど、これもこういうなんか、ちょっと分厚めのみたいなやつで、で、靴はこれ履いて、なんか夏っぽさ出して、敏腕編集長みたいな。はい、ファッション雑誌の編集長のプライベート。以上でーす。次、続いてがこちらです。さっきこれ紹介するの忘れたんだけど、ダルメシアン柄のシャツみたいなやつに、さっき下の見えてもいいやつみたいなタンクトップで、さっきの緑のパンツを合わせました。イエーイ。ということで、これでね、那須サファリパークに出かけたいなーなんつっちゃって、みんなスクショ。オッケー、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、そして次はワンピースでーす。でもこれは正直もうちょい短かったらもっと可愛かったなって感じ。膝ちょっと上ぐらいまであるので、もうちょいちょっともうこんくらいだったら嬉しかったって感じなの。ちょっと長いのと、あと腕がちょっとあの絶妙な長さっていうんですかね、これもうちょいなんか半袖なら半袖みたいな、ちょっとうんとおっと、うんでうんこしたくなるような、そんなワンピースでした。うんこしたくなるようなワンピースでした。でもまあ形とかはね、全然可愛いんだけど、ちょっと長さとあと腕の部分がちょっとあんま気に食わないかなっていう感じでした。すいません、正直者だしお上司者です。こんにちは、中町あやでした。片言すぎる。はい、ということでね、あのだいたい全部は着てないんですけど、まあ、だいたい紹介したんですけど、ブレールをこんなにいっぱい買ったのが初めてだったんですけど、正直もうね、今回ね、マジボロクソ言ってやろうと思ってたのよ。そのグレールって実際どうなのみたいな、なんかさ、いつもさ、他のさ、洋服の紹介の時が結構あれさ、これでのこの値段高くねとか言ってるわけじゃんね。それを結構言おうと思ってたんだけど、まずとりあえずね、そのグレールは大前提に安いのね。もう全部安いの。だってパンツも2000いくらとか、
パンツってさ普通1万円ぐらいするものだと思ってたのね、正直。あやは全然ハイクオリティっていうか、いつも履いてるジーパンと同じ感じだったりしたりしたし、もう本当に全てが安くて、とりあえずそこに感動したわけ私は。まずで、なんかグレールってさ、なんていうの、流行りをさ最先端でさ取り入れてんじゃん。だからその今の流行りの洋服がすごいたくさん売ってるから、あのすっごいコスパよく手に入るっていうか、コスパよくおしゃれになれるっていうか、そんな感じがしましたね。でも文句をよく言う私でもあんまり文句が出ませんでした。ありがとうございます。そう、ネットでさ、そう、何洋服とか買うときってさ、なんかパンツが一番さどうしようって迷うわけじゃん。パンツってマジでサイズ合わないしみたいな、うち下半身デブだしみたいな感じ。あやもう下半身がケツがでかいのよ、とりあえず。だから毎回ケツが入るか入らないかですごい迷うんだけど、160の47から50ぐらいの子はだいたい M で大丈夫だと思う。 M か S、 S で大丈夫だと思う。まあちょっと身長が高くて53、55ぐらいだったら M とかで全然入ると思うから、みんなとこのさ、なんかこのグレールのさ、その紹介してる人とかってさ、だいたい細いわけじゃん。で、うわ、この人たち細いからサイズとかも S か XS でだいたいいいんだろうなって思うけど、私全然普通なの体型が。結構あやがを参考にしてもらえると嬉しいかも。私も全然めっちゃ細いわけでもないし、めっちゃ太いわけでもないんで、ぜひパンツのサイズとかは結構参考にしてみてはどうでしょうか。あとは靴とかも 23.5 なんですけど、私ぴったしだったんで 23.5 で、普通の 23.5 と一緒だったので、ちょっと余裕あるぐらいだったのでいいのかなって思いました。だから本当にグレールをいっぱいたくさん買ってみたんですけど、マジで良かった。本当に私が、この私が言ってるからね、本当に良かった。これからも愛用していこうと思いました。ということでですね、概要欄にグレールのそのホームページとかいろいろ載せてるので、ぜひチェックしてみてください。それでは終わりまーす。バイバーイ。